十字軍のロンバルディア人は、ジュゼッペ・ベルディが作曲した4作目のオペラ、全4幕、イ・ロンバルディ、第一回十字軍のロンバルディア人とも呼ばれている。バルトロメオ・メレッリの移植により作曲され、台本は、トマス・ソグロス氏の序字誌、第一回十字軍のロンバルディア人をもとに、テミスト・クレ・ソレーラが脚色して完成させた。1847年11月26日、ロアイエと、 バエーズがフランス語に訳してエルサレムに改訂しオペラ座で上演されたもののバッシュはイタリア語に翻訳したゼルサレムメガスカラ座で1850年12月に披露されたこれは後に舞台をフランスに変えてトゥールーズとパレスチナとされた1851年1月にコンスタンティノープルでトンディが開作したジゼルダが上演された完成直後にミラノのが オーストリアの死生官に訴えたため、司生官が、警視総監に、メレッリ、それら、ベルディの調査を命令し、彼らに出頭を要求したが、ベルディは、上演が無理なら、作品を破るしかないと言ったため、ミラノ市民の多くがベルディを支持した。警視総監の計らいにより、第一幕の、アベマリアを、サルベマリアに変更するのみで初演が許された。 初演は1843年2月11日、スカラザにて行われた。ピッコロ、フルート、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、バストロンボーン、ティンパに、打楽器3、ハープに、オルガン、ゲンオーブ、バンダ約2時間20分11世紀末に行われた、第1回十字軍の聖地学会を舞台に、兄弟が、 恋が滝同師になった、ロンバルディアの貴族、そしてその娘と、サラセン王子の恋の葛藤を扱っている。ありがとうございます。